始まりました。オネスト TV ということで、5時間目やってまいりました。大丈夫ですか？これ板書取ってる？ノート取ってる？これ消すよ、先生。取ってます。取ってるな？これ消しちゃうよ。いいな？はい。いいな？今日はですね、前回に引き続き、あれをやっていきますよ。創刊3代目 JSOUL BROTHERS 編をやっていきたいと思います。ちょっとエグザイルまでは皆さんもなんとなく分かっていただけたと思いますんで、今回もですね、特性つながら私を中心とした3代目 JSOUL BROTHERS の総監督やっていきたいと思います。3代目 JSOUL BROTHERS の関係値ってどう見えてますか？俺とそのメンバーの関係値みたいな。やっぱり仲いいですね、皆さんと。仲いいか。もう全体的に3代目は皆さん仲いい。あ、本当に、はい、なるほどなるほど。でもね、俺さ、台風の中に巻き込まれてるみたいな感覚があるんですけど、はい、俺が結構みんなに振り回されてるっていうのは気づいてる？そこはあんま気づいてない。なんかね、俺ね、十何年やってきてますけど、リーダーというのね、これだけね、強い強烈な個性を周りにね、引っ張ってくっていうなるとね、引っ張ってるっていうかね、振り回されてるんだよ。なんか割と右だ左だって俺が言ってるように見えてるじゃない。それはまあ割とみんなが立ててくれてる部分であって、本質的な部分は俺はもうこの人たち振り回されてるだけだから。10年間、だってもうもう一人のリーダーすごいじゃん、直樹先生。前回ね、あのおさらいですけど、夫婦と例えさせていただきました。かなり夫婦関係あの良好です。今でももちろん良好ですよ。ただ夫婦のパワーバランスとしては、割と最初俺が1個年上ってことで直樹は真面目だから立ててくれてたんですけど、今は別にじゃあ立ててくれないかってそういうことではなくて、あまりに嫁が強すぎて今旦那としてはもうむちゃくちゃ振り回されてる。僕が奔放で、どちらかというと嫁が真面目で、割と俺が注意されてる立場だったんですけど、ある時から嫁が侍になってしまってで、なんか笑わなくなっちゃったんですよ。でもね、やっぱりね、なんか一生飽きない嫁ですよ。マンネリ化ゼロですよ。もう常に変化ですから、なわけ。一生なんていうかな、追いかけたくなるいい女なんだよね。どういう意味？まあ飽きない女ですよ。わかります。そういう意味ではある種なんか俺が振り回されてるんだよね。夫婦で恋人関係なんだけど、どちらかというと直樹にずっと俺が振り回されてるっていう知識になってる。エミリー、やっぱり兄弟なんだよな。ブラザー感ありますね。やっぱある、はい、誰よりも一番付き合いが長いのがエリーなんで、そういう意味ではエリーはやっぱり兄弟かな。弟みたいな気分でいますわ。だからもう俺、エリー、リキアなんだよ多分。もう俺もなんか吉田家に勝手に入ってる気分。それぐらい兄弟感。ただね、やっぱりね、長男って次男に振り回されてんのかな。俺の方が年上で、エリーも俺のことをこうやっぱ立ててはくれるんですけれども、非常にその兄貴の使い方がうまいというか、まあ、例えて言うなら、エリーが今回のミュージックビデオだったりこの振り付けだったりこの曲っていうのはこういうイメージなんですよねっていうのを説明しようとするじゃん。その時に必ずね、エリー自分で説明しないで、なさ例のやつ、あの説明してくださいっていう、一回俺を挟んで俺を経営させる。これは本当に10年やらされてるから、すごい俺をね、手のひらで転がす弟なんですよ。で、その可愛さもうまくやってね、憎めない永遠の弟って感じかな。この間とある楽曲の打ち合わせがあったんですね。エリーがちょっと引っ張ってこう、じゃあパフォーマンスの方向引っ張ってこうっていう打ち合わせ決まってたんだ。3代目の会議でなんかエリーが先輩とかと話すときにいろいろあれなんで、ちょっとそこのチームの中に直人さん入れてもらっていいですかって。え、なんで？あれ？俺みたいな。いや、直さんいろいろ通訳してくれるんでみたいな。だからもう俺はね、多分ね、エリーの兄弟であり、通訳なんだよね。エリーは俺のことをこう多分通訳として見てて、俺は弟として見てるっていう。ガンちゃんはエグザイルの時も言わせてもらったんですけど、まず B 型という血のつながりがありますから、
やっぱりガンちゃん B 型だなって思って、多分ガンちゃんも俺のこと B 型って分かってるし、そういう意味ではすごくお互いの思ってることがちょっと結構理解しやすいのがガンちゃんもあるんですよ。ガンちゃんもいつかそう言ってたから、ナオさんの考えてることが結構やっぱ分かる。あんなにね、育ちもいい、かっこよくて、ダンスも踊れて、頭もいいけど、なんか天然なところがある。それがやっぱりガンちゃんの魅力である。だからなんか俺はガンちゃんのことなんだろうな、ペットなのかもしれないね。めちゃめちゃ血統書ついても、もう本当に由緒正しい、あの本当にブリーダーの人にから譲ってもらった頭もいいペット。誰と一番仲いいですか、誰と一番飲みに行きますかみたいなことを聞かれた時に、俺は結構ガンちゃんかオミとかが結構まあ飯行ったり飲んだりするのが多いですかね、みたいな。仲いいっていうのとまたちょっと違うかもしれないですけど、一緒にだって3人で韓国に行ったりとか、ワンちゃんと単品2人だけでも国内で温泉行ったりとか、まあ共通の友達もいたりとかして、何回か国内でも旅行してる。その時に俺やっぱガンちゃんって天然だなって思った、天然っていうか謎めいてるなって思ったのが、同じ部屋に泊まってて歯ブラシが2つあったわけで、俺、まあ、先に歯磨いて寝て、で次の日朝起きた時に、多分昨日の晩ね、ガンちゃん歯磨いて寝たと思う。で俺は自分の歯ブラシがどっちかって分かるように自分の右にコップ刺したわけで、そしたら左にガンちゃんが使った歯ブラシが置いてあるわけで、パッと見た時にえって思って、1日だから1回しか使ってない、1回しか使ってない歯ブラシがこんなになってたから、いやマジ俺ゾウでも磨いたんかな、いや1回の歯ブラシでガンちゃん歯あるみたいな謎めいてるでしょ。いやだからそういう意味でちょっとペットなのよやっぱりあの子は。でそういう時ねガンちゃんなんかでツッコミとか入れるんだけど、なんか明確な答え返ってこないのがまた面白いんだよね。ガンちゃんこれ何でこんななってやつとか言うと、ガンちゃんね、いやーとか言ってて、マジでそれで違う理由を聞かせてくれみたいな、未だに分かんないもん。それがガンちゃん、可愛らしい。だから血統書付きの犬だね、犬にしとこうか、可愛らしくてね。ガンちゃん俺のことどういう風に持ってくれてんのかな、飲み飯とかずっと持ってた、まあいい、なんだろう、飲み仲間でもありって思ってくれてるとは思いますけどね。まあ、だから、オッキーに関しては多分、俺のことをメッシーだと思ってると思うんですよね。予約も取ってくれるし、連れてくれるし、多分お金払ってくれる人だと、オミには思われてるかな。トセがヒロミっていう男は、やっぱり不思議な魅力がある男ですよ。男も女も引き寄せる。じゃあ、独自の引力が働いてるのかな。なんか惑星多分、人を追いかけさせたくなるフェロモンを分泌してんのよ、あいつは。常に片思いみたいな。こうかな。ナオトは、登坂広臣に片思いしてて、多分、リュウジと俺は、相思相愛だと俺は思う。ただ、俺は本当リュウジは相思相愛なんだけど、オミには片思いだから、なんかここで微妙な三角関係が微妙な三角関係が生まれてる。これ大丈夫？わかりやすいですけどね。でもわかりやすいよね、はい、なんかわかるこの感じ。わかります。オミはなんかこの独特の多分独自に出しているこの登坂引力を使ってですね、ファンの皆さんも多分登坂引力のことわかると思うんですよ。なんかこう追いかけたくなるとか片思いするような気分にさせるんですよね、こっちは。だから俺は飯とかこう誘いたくなっちゃうわけ、その引力に引き寄せられて。イメージリュージは割とこの愛情をそのまま返してくれるタイプの人間なんです。だから相思相愛なんだ。ただ俺はボーカルとこの俺の中でこう三角関係が勝手に生まれて、もう今、まあ BL ってことになってるんだよね、多分ね。まあギャグですからね。なんでそのまとめ方。そりゃそうだろうよ。これガチだったらやべえだろ。それを言うことによってなんか本当っぽくなっちゃう。リュウジって、そう、俺いつも言ってんだけど、なんかそのジャンプの主人公みたいな人じゃん。リュウジは熱き男だから、人からの愛情はすごくこの愛情で返すタイプ。
バーンってこっちがストレート投げてきたらストレートで返してくるみたいな感じで、俺もかかと思いでこれ相思相愛だと思ってたら、多分おそらくだけどここが最終的にくっつくんだよね。最終は俺一人泣いてるっていうパターンっていう勝手な俺の解釈ね、はい、で健次郎はなんかもう俺の中ではお日様だね。なんか浮き沈みもないしさ、人に気使わせることもないしさ、さんさんと健次郎は輝いてるわけじゃないですか。お日様に当たりたいわけじゃん、みんな。だからみんな健ちゃん甘えてる。ここで三角関係生まれてると思いきや、もうみんな特にこの3人で、この3人でもう健次郎の取り合い、ボーカルもエリーもみんなこう健次郎に甘えて健次郎の取り合いしてるってイメージ。みんなお日様に当たりたいんだと思って。オミは俺のことメッシだと思ってて、健次郎はジュースを奢ってくれる人だ。まあそれがもう本当にあのカツアゲ、カツアゲです。そういう関係性になってます。でリュウジはなんかもうよくわかんないけど、なんかこうライブ前とかでなんか割と健ちゃんに甘えてるイメージかな。で、エリーは多分健次郎のことをおもちゃだと思ってます。よくあの無茶ぶり全部返せるなっていうぐらい、エリーの無茶ぶり。昔のね、劇団風組っていうね、ここのつながりがあるから、やっぱりここ熱いんですよ。劇団エグザイル風組か。そこで2人は同じチームだったんで、健ちゃんは俺のことどう思ってくれてるかな。俺はお日様で一番なんか普通の先輩後輩な感じします。会社員の先輩後輩、いわゆる職場の先輩後輩みたいな関係、はい、の関係値な感じ。おっそう、あれこれ哲也さん以来のビジネスパートナー出た BP 出ました俺ケンちゃんと BP だったマジか。確かにプライベートでケンちゃんと行ってないからね。行くでしょ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 行くのよ。最後に行ったらいつだろうって言ったら、ワンちゃんとはその旅行も行くからね。で、オミとも韓国行ってるし、リュウジとはね、昔ロスに一緒に行ったんだよね。二人旅行ロスでコーチェラっていうその野外イベントがあって、もうコーチェラ見に行こうぜって言って、1週間ぐらいずっとロスで転々としながらいろんなホテルをこう手配して、もうそれを全部俺にやらせるっていう、全部俺がやりました。パームスプリングスっていう場所だったかな、なんかあの辺のエアビーを頼んで、でそれで最後にそこに泊まったところに、ちょっとこの家微妙っすねって言って最後にケチつけられたの俺は今でも忘れない。こいつこいつって。でもすっげえ楽しかった。紅茶ってイベントに行って飲んだりとかしながらライブ見て、で昼間はなんかその紅茶屋以外で自分たちが泊まってたホテルのプールで DJ が回してプールパーティーみたいなやつをやってるから、2人でもうめちゃくちゃはしゃいだりとかして、であとリアーナのコンサートもシアトルに移動して一緒に見に行って、リアーナのコンサート、俺とリュウジ最前列のど真ん中2人だったもん。最前ど真ん中俺とリュウジでセンターを当てたから、でリアーナここに立ってトラビス・スコットが前座のそのオープニングアクトでライブ出てきた時に、まあ結構ノリノリになってトラビス・スコットが客席に降りてきたわけ。その時に俺らがセンターだから、トラビス・スコットが俺とリュウジの肩をこうやって持って客席にガッて降りてったから、俺とリュウジこうやって肩ピッてこうやって俺とリュウジで支えて、トラビス・スコットがもうステージ下に降りてきた。結構だから2人差し旅行行ってる感じですかね。どう、印象としては想定内ですね。想定内、はい、全部納得のいくものですか。はい、おお、いいですね。今回相関図3代目 JSOUL ブラザーズ編、ちょっと書かせていただきました。まだまだですねあります。相関図ジュニアエグザイル編がありますので、ぜひ皆さん6限目も、しっかりと受けて帰ってください。以上、オネスト TV でした。ありがとうございました。やっぱり俺も年上なんだけど立ててもらいつつ、結構その注意されたりとかして、でその持ちつ持たれつの関係だったんだけど、ある日突然直樹さんが侍化し始めたんですね。で侍化し始めて笑わなくなったんですよ。なんでそういうことになったかっていうと、一応直樹さんの中でのブランディングなんですよ。
個性の塊の3代目 JSOULBROTHERS っていうグループの中で、直樹っていうキャラクターをどうやっていろんな意味でしっかりブランディングしていくかってなった時に、小林直樹っていうそのブランドをイメージをつけるために日本の文化を背負う侍として、そして剣の勉強をして盾の勉強を杉さんの元でして、でその中で歯を見せて笑ったりとかすることっていうのをやめることによって、その直樹の侍だったりとか日本をレペゼンした固い男、実直な男っていうのを直樹の中でイメージ付けをした。これが結局最終的にその功を奏して、いよいよ直樹はハリウッドデビューに至るわけですよ。自分でハリウッドに行ってオーディションを受けて英語を勉強して、ネットフリックスのアースクエイクバードっていう作品に出るに至るわけで、それで実直な直樹のそのやっぱり寡黙なキャラを演じて、それがものすごく評価を受けて、そして帰ってきて、そう思ったら急に笑い始めるっていう最近の直樹。ハッシュタグ直樹最近どうしたの、ぜひ皆さんインスタでチェックしてみてください。直樹のキャラ変ぶりを楽しんでくださいっていうのを一番近くで見ている旦那としては、やっぱり振り回されて当たり前でしょ。あ、直樹が笑わなくなった、でも笑わせたい、でもなんか笑わせようとしても笑ってくれない、あーじゃあもうこういう振り方は直樹にはしないようにしよう、ああしよう、あこうしようって言って、そしたら急に直樹がもう笑い始めたから、俺らもあれどうすんのみたいな感じになって、でも今はそういうあのチャーミング直樹を受け入れているっていう期間。俺だけじゃない、ファンの人たちも皆さんが振り回されてる、そんな個性の持ち主小林直樹です。